皆さんこんにちは。万歳妖艶のチャンネルにようこそ。チャンネル登録がどんどん増えてきて、もう少しで950に迫ろうとしています。本当にありがとうございます。6月の一時帰国、1週間の沖縄滞在をするためにバンコク・スワンナプーム空港から成田空港へ、ジップエア便の機内の混み具合やタイ出国の様子から成田空港到着までをレポートします。自宅を出ればその時から海外旅行、バンコク在住ワンルームマンション大家、略して万歳大家です。万歳大家の毎月帰国、エアアジア便がキャンセルになって急遽購入したジップエア便、27,661円と割高になったのですが、今回も快適な、今月も無事成田空港に到着しました。スワンナプーム空港のチケットカウンターで要求されたことや出国の様子、空港の混み具合、そして乗客の数など、2022年6月8日の実態をご覧ください。規制緩和が進んだ日本とタイ間の渡航、最後までお付き合いください。はいはい、皆さんこんにちは、もうこんばんはですが、万歳大家でございます。今スワンナプーム空港に来ています。これから、またまた月齢一時帰国です。はい、このスワンナプーム空港、この場所歩く歩道が復活してますね。だから撮りました。前回とね違う様子があればその都度撮りたいと思います。前回はねこの奥のあの右側に使い勝手のいいセブンイレブンが復活したっていう話、あ、ちらっと映ってるね、あそこにセブンイレブンね、セブンイレブンがあるというのをあのレポートしたんですが、あれですよね、あれ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 、動く歩道が復活してたというね。だんだんここはまだクローズだけどね、ほんの少しずつコロナ前に戻りつつあるかなと、そういうわけでございます。それでいつもの定点観測場所にやってまいりました。定点観測、はい、あたた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 た、ジュプ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 、こればっかしやってるね。この表示されてる場所もね、前回とまるで同じ。はい、これでわかりますね。チェックインオープン、 F カウンターだそうです。行きます。はい、これも定点観測です。前回と明らかに人が増えてると感じました。あの奥の方なんか人がごちゃっといますよね。はい、この一つ上のフロアがチェックインカウンター、いわゆるあの出発の階になります。はい、 F カウンターに参りました。この左側のね、座ってらっしゃる、座っているお客さん、これは明らかに人は増えてます。ところが前回と同様、この F カウンター、ジップや便、誰も人いませんね。1人か2人かぐらいしかないです。これはもう前回と全く同じです。こんな少なくていいんでしょうかねってな感じですよね。じゃあチェックイン行います。はい、荷物 6.7 でした。大丈夫だと思ってましたが、やっぱり大丈夫でした。あっという間に終わりました。パスポート出して、そのまんまね、あのボーディングパスとかチケット発券していただきました。それで終わりと思ったら、その後にね PCR テストの用紙見せてくれなんてね、発見した後に言われてるんですよね。いいんですけどね、ちゃんとあのそういったもの準備してあるんでね。それで傑作なのがお座席ですが、 34K 前回と全く同じお席でございます。あ、そうだ、今日何人なのかちょっと聞くの忘れちゃった。思い出したように、今日の便の搭乗者数、プーディさん倒れって聞いたんですけど、ヌンロイハ105名でございます。前回は確か70名ぐらいだったと思うんです。で、あっちからこっち来るときが、60何名とかねだったんですけどね、100桁まで行けるようになった、なりました。ということは今日は34系、ひょっとするとね、あの窓側から通路3列席のね全部独り占めっていうのは
叶わないと思っていた方がいいと思います。ラッキーだったらまたね、夜便ですからぐっすりおねんねできるんですけどね。はい、いつもと変わらず、いつもと同じリズムで、出国しました。前回は E の7とか8だったんだけど、今度はね F、 カウンター F なんですよね。で、まあ、いずれにせよ右側回るということです。はい、これから教えていただいたところで安い水を買って、それで時間が来るのを待ちたいと思います。はい、ちょっとだけ万歳応援の歩き一人語り始めます。先ほどですね、チェックインカウンター F のチェックインカウンターにタイの方に、今日の搭乗者何人かって聞いたんですが、ロイハーって言ったんですよね。そこで私は、あ、105人なのねって先ほど言いましたが、ロイハー、ハーっていうのはタイ語で5なんですけど、丁寧な言葉、男性だとカッですけど、女性の場合ハーとかね、カーとかって言うんですけど、だから100ですなのか105なのかよくわからないと、そういうことがよくありました。例えばね、50バーツのものを店員さんに買うとき、店員さんに値段聞くと、ハーシップハーって言うんですよね。50ですって言ってるんでしょうけどね、そうするとハーシップハーだから、私なんか55じゃないかって思うんですよ。ハーっていうのはね、ヌンソンサムシーハー、1、2、3、4、5、5がハーですからね。これってタイの人どうやって区別つけてるんでしょうかね。もしね、お分かりの方いらっしゃったらコメント欄に一筆お願いいたします。万歳王やはそれでいつもね困っています。はい、今日乗る飛行機です。いつも通りですレコーディングです。いや、78人だって、チケット売り場の姉ちゃん全然言ってること違うじゃん。はい、ありがたの3列独り占めですね。またこんな感じです。前回と一緒です。こんな感じ、前回よりなんか幾分いいような気もするんだけど、こんな感じです。窓の外こんな感じで今日も寝りますね。嬉しい。11時ドア閉まりました。座席確定です。11時12分、プッシュバック出発です。シンガポール便も到着です。
1から30列目まで先に降りるので、新しいパターンですね、これ。こっち。なんか2か所あるね。はい、7時10分降機しました。さて今回はどれぐらいかな、時間かかると。お母さんにゃんごちゃん、3匹の子供たちと一緒ですね。1匹どっか売れちゃったのかな。にゃんかん、今日から1週間いないからね。うん、餌もらってね。おー、子供ちゃんも来たよ。子供ちゃん、みゃん、みゃん。